横浜 FC とガンバ大阪です。はいはいはい。これはマキララン試合でございましょう。そうですね。ただ、やっぱこちら横浜 FC は、ね、この間まで一回良かったんだけど、その後なかなか勝てなくなっていて、前節もやっぱ小川あごめんなさい、小川幸喜選手がね、おそらくオランダ移籍ということでそうなんですよ。なので得点面がどうなるのかってところが心配ですと。勢いで言うとガンバですね。5連勝してですか、今。 4連勝。連勝わいや、大事ね、<あ>これ、おかんましい、ここ。そうなのよね。うん、で、ガンバとは、この間1回前半戦で戦ったときに、ガンバがポスト四5回叩いて、えだから、ね、ドローにはなったけども、あ,<ー>ある意味1、5、1、6とかでもおかしくなかった試合でしたから、かガンバからしたらもう今もうこれだけも噛み合ってる状態なので。でね、これ、宇佐美さんがキーなんじゃないですかうさみさん、ここで。となってくんじゃないですかドバドバッといってちょっと。 勢いをつけていきたい。うん、これ、シックスポインター的な感じでしょこれ、言うたそうですね。だから、ガンバがもし次、ここで横浜石にちゃんと勝てるようだと、はい、もう、あの、なんか残留争いみたいな話からは、もう、すごい多くなる。ね、そうですね。うん、だから、そこの意味でも、気合入れていきたいところですね。そういうことになりますね。うん、はい。というカードでございますと。うん